はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの30秒で腹筋の時に首が痛くならなくなるようなストレッチの方法とですね、首を鍛える方法を紹介します。腹筋でまず首が痛くなる原因としては、首の筋力がない、首の可動域が狭い、このどっちかです。よくですね、タオルを使って腹筋しましょうとかでね、首を押さえて首のね、筋力をカバーする感じでタオルを使ってこのように腹筋をやるパターンもあるんですけども、腹筋を使う際に頭ってですね、すごいいい負荷になってくれます。頭が結構重たいのでお腹にしっかり力が加わるっていういいこともあるので、今回はこのタオルはね使わないです。まずストレッチから説明します。はい、まずですね、首の後ろが疲れちゃう人っていうのは、首の後ろがですね、そもそもこういう風に下に動かすだけでも痛いっていう場合があります。もちろん腹筋をこうやって置きますから、首がね少しこういう風に伸びますんで、ここがまずね硬いと首が痛くなります。その場合ですね、たったの30秒です。まず片方を肩で、片方は頭の後ろで、斜め下ですね、斜め下に両手で押さえる感じです。肩が上がらないように肩を伸ばしながら、首の後ろをですね、こういう風にぐーっと伸ばしていきます。これを10秒間伸ばします。ぐーっと10秒間、肩が上がらないように肩を押さえつつ頭を下げます。反対も一緒です。肩に置いて、後頭部に置いて、斜め前に頭を下げます。ぐーっとっていう感じです。で、今度はですね、首の前が痛くなる人、前もやっぱりあんまり上向くことがなければ、ここが腹筋の際にね伸ばされるんで痛みを生じます。なのでこの前もしっかり伸ばします。前はですね、しっかり上を向いて顎を持ち上げる感じで前側を伸ばします。これもぐーっとここを�伸ばしていきます。これもだいたい10秒、計30秒です。斜め前、斜め前、上です。この3箇所をねしっかりストレッチしてから腹筋を行ってください。あとはですね、腹筋をする際に、もうそもそも首の筋力がなければですね、腹筋使う前に首が疲れてきますんで、多少なりともね首を鍛えた方がいいです。その場合はですね、軽く膝曲げて腹筋すると同じように頭を起こして止まります。10秒間で戻すと、頭を起こして10秒間ストップして戻すと。で、今度は逆です。うつ伏せになって頭を上げて10秒間キープ、でまた戻すと、上げて10秒キープ、戻すといった感じでやってください。はい、ありがとうございました。今みたいにですね、腹筋で首が痛くなる人はですね、まあ、とにかく腹筋をしても、もちろん首が筋肉つくんで首の痛みがねなくなってくると思うんですけども、やっぱり痛いとやりたくなくなると思うんで、今みたいに腹筋前にですね、こことここと、ここ3箇所ねストレッチをして腹筋をしてみる。もう1個は頭を起こしてストップさせて首そのものを鍛えるという、この2点です。タオルを使ってですね、腹筋をこのようにね頭をやってもですね、疲れてくるにつれて手の力が強くなって、手でねタオルと一緒に頭をこういう風に動かしてしまってはね、手で腹筋してると一緒になっちゃうので首を痛めやすいです。なのでストレッチをするか首を鍛えるかっていうのを腹筋の前に少しやってですね、腹筋をやってみてください。で、徐々にね、もちろん首もですね筋肉ありますから、特に前側とかはね、二重顎の方とかね、しっかりここの筋肉がつけばここも脂肪が減りますから、まあ、もちろんここ鍛えるメリットもありますんで、やってみてもらえたらと思います。今日も勉強になった方はグッドボタンやコメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。腹筋前のストレッチのお話でした。Thank you.